まあ、新宿がですね、まあ、むちゃくちゃ家賃高いですね。What's up, everybody? 今日は2021年10月9日ですね。この動画では、武田塾イングリッシュ進捗報告2021年10月ということでですね、以前からですね、このチャンネルでも、武田塾イングリッシュに北川が、スタート段階から、立ち上げ段階から参加したいということで、もろもろ加盟説明会に参加したりとかですね、お話はしてきたかと思うんですけども、まあ、武田塾イングリッシュ。まあ、武田塾ですね。令和の虎なりフランチャイズチャンネルでお世話になっている林社長が手掛ける、その学習塾である武田塾の、まあ、社会人向けの英語教育版ができるということでですね。まあ、北川自身もですね、スタート段階からもうどうしても参加させてもらいたいなと。で、もともと武田塾の方にも、加盟したいなっていうことは一応、考えてですね。で、姫路でも2校舎目、3校舎目、すでに1校舎目やってる方がいるんですけども、まあ、同じ姫路でちょっと離れたらやってもいいですかみたいなことは、問い合わせさせていただいたことがあったんですけども、まあ、それはもうちょっと近いからダメと。はい、もうすでに姫路でされてる方がいるからダメっていうことで、武田塾の方は断念したんですけども、武田塾イングリッシュは今このスタートするタイミングから、まあ、情報をこうやって知ることができたんで、もう立ち上げ段階からぜひ参加させてほしいっていうことで、ここまで動いてきてですね。で、まあ、ようやく、北側の校舎がも、まあ、持てる、段取りまでですね、だんだんとちょっと、話が具現化してきたので、これから毎月ですね、実際にオープンするのは年末になるか、まあ、遅くとも年始の早いうちになると思うんですけども、まあ、そこまでの、その進捗報告っていうのも、これから毎月上げていきたいなと、はい、この動画なりチャンネルでですね、皆さんにシェアさせていただきたいなって思ってるのと、あと、その、校舎がオープンした暁には、本部が OK する範囲では、業績についても、オープンにしていけたらいいかなと、っていうふうに思ってるんで、まあ、ご興味ある方はぜひどうぞというところなんですけども、まあ、その中でもですね、今日は、まあ、一発目になるので、その、北側の英語教育にかける思いみたいなものも、合わせてお話できたらいいかなっていうふうには思ってますと。はい。で、その前にですね、今日のその夕方ですね、今日の配信分の令和の虎外伝の方でですね、北川と青笹社長が、まあ、対談をしてるんで、その動画が、配信されていますと。で、1個前の動画でもお話してるんですけども、青笹社長ですね、北川、この対談を撮らせていただいた日が、初対面だったんですけども、まあ、初対面なんですけど、1年前からちょこちょことはやりとりがあったんですね。で、それが、何かしたら、この動画のオープニングとエンディングを、青笹社長に作ってもらうように依頼したことがあったんですよね。で、同じ、株元社長のストックさんラウンジのメンバーでですね、そのストックさんラウンジの中で、北川が YouTube チャンネル始めるんで、オープニング、エンディング誰か作ってくれませんかっていうふうに、グループ内でですね、もうサロン内で呼びかけたら、いっぱい、まあ、何名の方かですね、まあ、手を挙げていただいて、その中でも本当にダントツで優秀だった青澤社長にですね、まあ、お声掛けというかですね、依頼させていただいたっていう経緯があるんですけども、まあ、そのあたりの話も、はい、この動画の方もですね、令和の虎外伝の方でも話してるんで、ぜひご覧くださいってことなんですけども、まあ、ご覧くださいと言いながらなんなんですけど、あれですね、北川が40歳でですね、青笹社長25歳っていうことでですね、で、2人の対談、北川が仕切らせていただいて、お話しさせてもらってるんですけども、ちょっと仕切りをもうちょっと勉強しないといけないなと、ちょっと先ほど動画配信して、はい、反省してるっていうようなところですと。はい、まあまあ、そのあたりも含めてぜひご覧くださいということで、本題に入りますけども、武田塾イングリッシュの進捗報告、はい、一発目をさせていただきますと。で、ようやくですね、物件が決まりましたと。で、結構前から、2、3ヶ月前から、物件は決まってまして、で、僕自身もですね、初めは、本当の本当は姫路でやりたいっていうのが思いとしてはあるんですけども、さすがに今からこの武田塾イングリッシュ事業が立ち上がる段階でですね、実験をしないといけないという段階なんですよね。これからフランチャイズチャンネルで日本全国にやっていいものかどうかっていう実験をしないといけないという段階から参加させていただくので、それをですね、その実験自体を姫路でやるっていうこと自体があまりふさわしくないかもしれないっていうことでですね。で、なので、まあ、北川自身も、まあ、若干思ってましたし、本部側もですね、FC 本部側も、はい、まあ、林社長もそうですし、フランチャイズチャンネルの竹村さんもそうですし、今回ですね、武田塾イングリッシュに関しては、伊関社長っていう方が、社長されてるんですけども、まあ、その FC 本部の
行こうとしても、まずは東京で、しかもその東京の中でも、ターミナル駅になるような駅を、いくつかあると思うんですけども、その中から、スタートをしていこう、みたいな話にはなってるので、北川自身もですね、どうせだったら、東京のターミナル駅の中でもですね、新宿を抑えさせてほしいということはちょっとお願いはさせていただいてて、で、実際に、新宿でさせていただけることには今、運びとしてなってますと。で、その中、そうですね、収録で、令和の虎の収録自体が新宿で結構あってですね、そういう中でも、収録の旅に行きながらとかですね、その他の機会でもちょっと東京に行くたびにですね、新宿でもう足しげく通っては、もう本当いろんな十何箇所ぐらいはもうビル、内見なりですね、中拝見して、ちょっと外だけこうやっていろいろやってますけども、本当にいろんなビルを拝見をさせていただいてですね。で、その中でも一つ二つは、ここでやらせてもらえないかみたいなことを、一応ですね、林社長だったり、竹村さんなりですね、井関社長に、確認を取ってですね、で、ここはダメ、ここはダメということでですね、一応ご指摘はいただいて、で、最終的に、決まったのがですね、また、契約段階があればですね、ちょっと住所とかももろもろちょっと、オープンにしていこうと思うんですけども、今の時点では、仮申し込み、本部側からですね、竹村さんの方からもですね、一応 OK をいただいたっていう物件がようやくできたので、出てきたので、それがですね、新宿駅の東口から、もう徒歩、もう2分というかもうすぐですね、出口によってはもう本当に、南蛮出口からもすぐみたいなところの、本当にもう、あれですね、近いところ、新宿駅から近いところ、もう歌舞伎町に行くまでの、ところっていうか、もうめちゃくちゃ近いところで、させていただくことになりそうだっていう感じですね。で、これがもう実際その、実際の物件の中を写真撮ってるものなんですけども、新宿がですね、むちゃくちゃ家賃高いですね。はい、むちゃくちゃ家賃も高くて、そのあたりの折り合いもですね、もう実際坪3万ですね。もう坪あたりの家賃が3万ぐらいのところでさせてもらうようになりましたけど、安いやつは2万台でもあるんですけど、2万台で出てるのに店舗利用しますったらちょっと3万台になるとか、あとはですね、もう本当すごい超高層に入ってるようなテナントなんかで言ったら坪4万とか坪5万みたいな、そうですね、そういった家賃もあってですね、もう姫路で言ったら5万払ったら10万払ったら、言ったらそれなりのものが借りられてしまうっていうようなことではあるんですけども、さすが東京、さすが新宿ですよね。もう坪5万とか坪3万なんてすごい家賃だなっていうことで、そのあたりはビビってる部分はあるんですけども、ようやく、物件は決まってですね、これもう今仮申し込みをしてですね、これから本契約をしてで、進めていけたらいいかなっていうふうにも思っててですね、で、実際にちょっとこの写真自体がですね、その物件テナントからテナントの窓からですね、外を撮った写真になるんですけども、本当この新宿の西口側が見える、本当東口の、もう線路の横なんです。もう本当にもろに線路の横でさせてもらうような感じになっているので、電車からも見えるような、感じになるので、もう窓看板とかですね、ある程度ちょっと目立つようにして、電車に乗ってる人からも見えるような、そういった工夫もしていこうかなって思ってるんですけど、で、それとですね、物件が仮申し込みはしたのと、あとそのテナントの中身をですね、デザイン事務所、店舗デザイン設計というのを、山本秀樹さんという方にお願いしようと、考えてですね、ちょうど昨日ですね、Facebook 上で公開の、依頼をしましたと。はい。で、北川がですね、この YouTube のサムネを作るのも、毎回、長期さんという方に、Twitter 上とかですね、以前はちょっと Facebook とかでもですね、公開で、依頼をしてるんですよね。で、普通にクローズの、1対1のメッセージで、やり取りしたらいいことなんですけども、別に隠すことじゃないから、オープンに依頼をしてるっていうような感じなんですけど、同じノリでですね、この、武田塾イングリッシュ新宿校も、店舗デザイン設計を、山本秀樹さんにお願いしたいなっていうことで、公開依頼をさせていただきましたと。はい、この度北側の会社で、JR 新宿駅東口からすぐのところで、武田塾イングリッシュをさせてもらうことになりましたと。はい。で、ぜひ店舗デザイン設計をお願いできないですかっていうことで、Facebook で投稿をさせていただきましたと。そしたらですね、
はい、翌日に心よくですね、ご無沙汰してます、ぜひよろしくお願いしますということで、ご了承いただいてですね、山本秀樹さんにお願いすることになりそうだっていうことですね。でこの山本秀樹さんが神戸のでデザイン事務所されてる方なんですけども、まあ、本当にセンスがいいのとですね、まあ、いろんな僕も知ってる方もですね、何件もお願いされてる方がいても、まあ、本当どのお店も結構素敵な作りになってたりするので、僕自身も実店舗をするときは、まあ、ぜひその秀樹さんにですね、お願いをしたいなというふうには思ってて、で、まあ、ようやくその日が来たなっていうような感じではありますと。で僕自身もですね、もともと経営コンサルをやってて、で実業なりという意味、実業という意味ではレザー姫路本陣、レザー事業に関しても、まあ、実店舗といえば実店舗なんですけども、まあ言ったら工房なんで、工房兼、まあ、ちょっと店舗的な要素もあるっていうようなそういったものはしてるので、ただお客さんをまあオープンに迎え入れるような場所じゃなくて、普通に工房についでに来てもらうみたいなものは、まあ、今までもさせてもらってたりとか、あと障害者グループホームはまあ今6棟やってますけども、まあ、そういった、ただまあ障害者グループホームっていうことで不特定多数の方がいっぱい来るっていうのは、そういったいわゆる店舗ではないので、もうまさにこの店舗っていう意味では、はい、いろんな方がこう来られる店舗っていう意味では北側、まあ、初のビジネスになるんですよね、はい、実店舗を出すのは初めてなので、はい、この初のですね、店舗に関してはもう特にですね、この山本秀樹さんにお願いして、素敵な店舗を作れたらいいなっていうふうには考えてますと。はい、またそのあたりのデザインについてもですね、後々、はい、まあ、次の配信なり、またその次かもしれないですけども、はい、共有できるかなっていうふうには思ってますと。でですね、北川自身がですね、まあこれなぜこの武田塾イングリッシュに参加させてもらったかっていうようなことになるんですけども、僕自身がですね、まあそもそもが武田塾イングリッシュの、まあ、前に英語学習をしないといけないと、まあ、これから、まあ、社会人なりですね、北川自身がそうなんですけども、英語学習をしていかないといけないということで、まあ、常々考えててですね、で、まあ、海外によく行くこと、コロナの前とかでもですね、よく海外に行くこと、毎月のように海外に実際行ってたんですけども、まあ、それでも感じるのは、やっぱりちょっと日本人だけ英語が喋れないんですよね。で、まあ、これ北川も含めだったんですけどね。で、もう本当はそういう、国際競争力を高めていくっていう意味で、まあ、日本人はもっと英語教育ですね、英語力をつけていかないといけないなっていうようなことは、まあ、常々考えてはいましたと。で、まあ、ただですね、まあ、英語塾をやろうとは思ってなかったんですけども、英語を何かこう、まあ、自分自身も英語を喋れるようになってですね、使えるようになって、それを啓蒙するような動きは、まあ、将来的にしていきたいなっていうことは考えてたことがあるんです。で、まあ、あとです。まあまあ、そうですね。それと、まあ、北川の夢的なこともまた後ほど、もう、まあ、シェアしますけども、まあ、そういった今後の目標、夢みたいなものに関しても、英語と直結しているものがあってですね、そういった意味でも、英語を学習しないといけないかなと。で、北川だけじゃなくてもですね、この日本の方にですね、英語学習をどんどんやっていただきたいなっていうことで、まあ、4つの切り口、まあ、これから武田塾イングリッシュを北川がやっていくっていう意味でも、英語勉強しませんかっていう4つの切り口を、まあ、北川自身ちょっとまとめてみたんで、まあ、よかったら聞いていただきたいんですけども、はい、まあ、逆転就職、大学生の皆さんへということで、これ、まあ、見られてる方はほとんど、まあ、会社経営されてる方が多いかなとも思うんですけども、一部、大学の方とかと見られてるということもお聞きしたことがあるんで、まあ、一応大学生の方であれば、ぜひ聞いていただきたいんですけども、まあ、学歴よりも英語力っていうような時代になってますよと。で、東大とか早稲田とか慶応とかですね、有名な大学に入るっていうことよりも、今のこの社会っていうのは、TOEIC のスコアだったりとか、英検の、まあ、英検の何級を合格してるとかですね、そういった英語力を評価する企業っていうのが増えてるので、東大だからいい会社に勤めれる。それも、まあ、今の時代でも、まあ、あるといえばあるんですけども、東大に入ったよりも、早稲田に入ったっていうことよりも、TOEIC の点数がいいっていうことの方が、就職に有利になることがあるんですね。なので、仮に大学受験を失敗したっていう方がおられたとしても、その大学の在学中にですね、英語を頑張れば、まあ言ったら逆転就職、希望の企業へ逆転就職をするってことも、十二分に可能になるので、まあ英語を頑張ってみたらどうですかと。はい、これ別に武田塾イングリッシュがどうこうじゃないんですけどもね、はい、まあ、ここ武田塾イングリッシュって書いてますけども、はい、そうじゃなくても英語っていうものを頑張ればいいんじゃないですかっていうようなことですね。であるとか、
あと今キャリアアップを目指す皆さんへということで、まあ言ったらお仕事されている方、社会人の方ですね、この英語力を重視する企業にお仕事、英語力を重視する企業でお仕事をするんだったら給料のアップも目指せますよと。はい、あのまあこれはもうサラリーマンの方に向けてですね、お勤めの方に向けて言ってますけども、英語力を全然重視しない会社であれば別に英語が喋れるようになろうがなるまいが別に給料変わらないかと思うんですけども、あの英語力を重視する会社さんに転職をするんだったら給料がアップするっていう機会が多いっていうことがよくありますと。まあこれもいろいろ調べていただいたら、はい、まあそういったあのデータはありますと。ちょっと今日このタイミングでちょっと、はい、細々とは示しはしないですけども、はい、そういった意味でも英語をこれからですね、社会人になっても学習するっていうことは有意義ですよと。で、株とかビットコインにですね、お金がちょっとできた時にですね、投資するっていうよりも、自分自身に投資することの方が根本的に人生が安定していくので、まあ、要はよそに投資する、もう全然関係ないものに投資するよりは、自分自身に投資していくっていう方が増えたらいいなっていうふうに思っていますと。で、その投資をする時にですね、まあ、いろんな英語学習、英会話教室とかいろいろありますけども、まあ、最近ですね、あの、コーチング型の英会話っていうものが増えてるんですよ。この武田塾イングリッシュもその一つになるんですけども、その同業のコーチング型の英会話よりも、武田塾イングリッシュは、あの、比較的安価になるんです。まあ、それでも結構高いんですけどね。はい。あの、まあ、まだ金額もまだ、あの、これから今後オープンに、あの、なるのでですね。まだ、あの、若干確定してない部分があるんで、オープンにはしないんです。このタイミングではオープンにしないんですけども、比較的安価なものにはなりそうだと。で、それなのに、あの、武田塾のノウハウで高品質のサボれない環境が、あの、提供できる場ができるようになりますと。はい。武田塾っていうのが、あれですね、ルートっていうものが、あの、まあ、何がすごいかって言ったら、ルートが決まってるんですよ。ルートが決まってる。東大を学習する方にとっては、あの、この教材をやっていけば、東大が合格するよっていうルートが決まってるんですよ。早稲田に合格したい方は、この教材とこの教材とこの教材をやれば、あの、早稲田に合格するよっていう、その決められた、あの、参考書なりをですね、もう完璧にこなしていったら合格するよっていう、もう本当その合格までの道筋っていうのを明確にしてるんですね。で、なので、今回、武田塾イングリッシュに関しても、トイックで、まあ、例えば800点を取ろうと思ったら、この教材とこの教材を完璧に仕上げていただいたら、そうなりますよと。800点取れますよと。英検2級に合格したいんだったら、この教材とこの教材をやってくださいっていうことが、まあ、言ったら明確になるので、で、それは、お金を払わなくてもホームページとかでもこれから公開していくので、まあ、北川哲平チャンネルでも公開していくので、その教材さえ完璧にやれば、言ったら合格できますよ。で、その点数が取れますよっていうようなものが、あの、オープンにされていきますと。で、そのオープンにされる、まあ、そのルートですね。その合格するための、点数を取るためのルートが、あの、まあ、決まる。で、そのルートに行くための、その教材をですね、もう自分で頑張ってできる方は、自学自習がもう別に通うことなく、武田塾イングリッシュに通うことなくできる方は、それで勝手に頑張ってくださいってことなんですけども、やっぱりですね、あの、コーチですね、あの、コーチングをしていただいた方が可能性が上がるっていう方、学習が続くっていう方であれば、ぜひその参加していただいて、あの、勉強していただいたらいいかなっていうふうには思ってますと。あの、まあ、例えて言うんだったら、あの、トレーニングジムですよね。トレーニングジムでも、ジムの機材が並んでるだけだったら、まあ、なかなか筋トレ何やっていいかわかんないみたいな方がおられたとしても、トレーナーさんがついて、次はこれですよ、次はこれですよ、で、また次の時までにこれやっといてくださいね、みたいな話ができれば、その方が、あの、体が鍛えやすいじゃないですか。なので、英語力を鍛えるためにも、トレーナーさんなりですね、まあ、コーチ、コンサルタントっていうものをつけるっていうものが、武田塾イングリッシュになりますよと。はい。で、まあ、それと、経営者、幹部社員の皆さんへということで、もう望む望まないに関わらずですね、これ年々グローバル化っていうものがこう進んでいってますと。はい。でも今はコロナだから、若干コロナ鎖国みたいな状態でですね、なかなか海外にも行けないと。まあ北側もちょっとトルコにちょっと、あの、先月ですね、行かせていただきましたけども、まあそれはもう本当にもう稀な例でですね、もうなかなか海外にも行けないようになってますけど、まあさすがに来年あたりからは、あの、元に戻り出すでしょうし、で、戻った先っていうのはですね、もう今は日本はクローズの鎖国状態になってるんですけど、海外はもうバンバン、ヨーロッパとかアメリカとかでももう別に普通にやり取りしてるんですよね。日本だけが今取り残されてるっていうような状態ですけども、まあ、日本もオープンにしたタイミングではもう日本の中でもグローバル化っていうのは進んでいくでしょうと。で、それとですね、
その日本だけです。日本のことを考えると、まあこれから毎年人口減少があってですね、これから何十年で人口が半減していくっていうような、まあ言ったらもう話というか、もうその推測どころか人口動態上そうなっちゃうっていうことですね。人口が減りまくる。で、少子高齢化が起こる。で、所得も相対的に減っていってると。っていうことが今のこの日本では起きてますけども、まあ要は日本語だけしか喋れない会社、使えない会社っていうのは、まあ市場が縮小していくっていう運命にあるっていうことですね。はい。まあそれはもう間違いがない状態だと。で、もう国内、日本国内だけで活動するっていうことを決めてる企業であっても、英語力を重視しない会社さんであったとしても、その活動が狭まっていくっていう時代にはなってますよと。なので、まあ、組織として英語力を身につけていくっていうことを、まあ、やっていただけたらいいのかなと。で、そしたら、まあ、インバウンドですね。また、海外旅行、外国人観光客の方とかまた押し寄せる日々が、いずれ戻ってくると思うんですよね。その時のインバウンドの対応である、あるとか、アウトバウンドですね。貿易だったりですね。まあ、物を出すとか、海外進出をしていくとかですね。ネットが提供できる会社、もう今、ホームページなりですね、使ってる会社が、であれば、オンライン上でも越境取引っていうものは、これからどんどん可能にはなってきますよと。はい。英語さえできればっていうような、そういった、別に日本にいたとしても、わざわざ海外に行かなかったとしても、事業の可能性っていうのが広がっていきますよと。で、ちなみにですね、すべての国が英語喋れるわけじゃないから、そんだけ英語だけ重視しなくていいだろうと。スペイン語じゃないと話せない国もあればとかですね、よく言いますけども、ただですね、ビジネスの世界では英語が通じない国っていうのはないんで、っていうことですね。自分もおぼろげながら、まあ、いろんな、まあ、海外ですね、通訳、アテンドの方つけながらですね、いろんな海外行って授業をしてきたこともあるんですけども、コロナの前ですね、もう英語が通じない国はないですね。はい。もうどの国でも英語でやってますと。まあ、要はビジネスマンですね。海外と取引するようなビジネスマンで、英語が喋れないっていうのは、まあ、言ったら日本人だけなんです。これもお恥ずかしいことにですね。まあ、そういった意味でも、もう日本人も、まあ、英語を喋れるようになってですね、もう対等に、まあ、コミュニケーションだったり、交渉ごとっていうことができるようになったらいいかなっていうふうには考えてますと。で、それとですね、海外旅行によく行く方、ですね。ビジネスじゃなかったとしてもですね。この英語力をつけるっていうこと自体は、まあ旅行の経験っていうものは深くすることができますよと。で、英語圏じゃなかったとしても、非英語圏だったとしても、ツアーガイドの方だったりとか、ホテルの方、観光業の方っていうのは、まあ、英語を喋る方っていうのがほとんどですね。で、まあ、英語圏の国に行くんだったら、なおさら、まあ、現地の方々すら、別に観光業の方じゃなくですね、まあ、道行く方だったり、そのいろんなお店の方だったり、タクシーの運転手さんだったりとかですね、その現地の方々とすらコミュニケーションが取れるようになってですね、そうしたら、海外に行って景色とか建築物を見るだけでですね、観光が終わらないってことですね。それだけではとどまらない、深い旅っていうのが経験ができるようになると思うので、この語学力、英語力っていうのは、まあ、すごく、まあ、有意義だなっていうふうには感じてますと。で、まあ、それとですね、日本に来たとしても、北川自身も、まあ、今日も姫路の自宅からお届けしてますけども、姫路の方もです、今は来てないですけども、コロナの前とかでも、まあ、本当毎日のように、どこの居酒屋に行ってもですね、外国の方がおられたり、で、特に北川は、外国人の方がよく集まるような飲み屋さんとかによく行ってたんですけども、まあ、そういう時にですね、まあ、わざわざ姫路まで来ていただいた方に対して、まあ、いろんなその日本のことをお話ししてあげるとかですね、まあ、おもてなしの心じゃないですけどね、まあ、言ったら不安で、まあ、日本に来て不安な外国の方に対してですよね、まあ一つ二つでもですね、まあ気の利いたことがしてあげれたらいいかなとかですよね。で、まあ本当現地語しか喋れない日本人、現地人の一人にならずにですね、その外国人の観光客の方に対して思い出を増やしてもらえるような存在の一人に、まあ、なれたらいいかなってことは北川自身は、まあ、以前からも意識してましたと。で、まあ、そしたらですね、まあ、これは価値観それぞれかもしれないですけども、やっぱちょっと人生が豊かになった気がしますと。で、日本人の方の価値観と、まあ、言った日本以外の方、まあ、それ、いろんな地域、国によっても、いろんな価値観がありますけども、本当いろんな価値観の方と多様性を持って、まあ、そうですね、まあ、いろんな経験なり、いろんな考え方っていうものを聞くことができてですね、人生を豊かにすることができるんじゃないかなっていうふうには思ってますと。まあ、そのためにも、英語を勉強してみたらどうですかっていうふうには思ってますと。で、北川自身も、まあ、そんなに偉そうに言える立場では正直ないんですよね。というのが、英語の学習っていうものがもう、まあ、言ったら失敗人生を送ってきてますと。
で、まあ、そのスタートっていうのが、まあ、大学受験にあるんですけども、まあ、北川自身がですね、立命館大学を、まあ、卒業はしてるんですけども、大学受験の、まあ、経験してるその大学の際もですね、英語の授業は毎年受講してましたと。はい。大学の授業の中に英語の授業が、まあ、あるんですよね。で、あるのと、まあ、毎年あったのと、あと第二外国語っていうのを大学の時って取るんですけども、なぜか立命館って第二外国語すら英語が選択できるんですよ。要は英語を倍勉強するってことができるんで、北川はですね、その英語自体もあんまり得意じゃなかったので、まあ、英語と第二外国語も英語を選択したんですよ。まあ、それぐらい、他の学生さんよりも北川は英語を勉強してた。つもりなんです。で、まあ、ちなみに、大学受験をする際にですね、センター試験の1日目に英語があって、そのセンター試験の英語が、ちょっと点数が大失敗して、もう2日目がその、答え合わせしてですね、2日目の朝一で答え合わせができて、で、英語の点数がめちゃくちゃ低いってことが分かって、それがショックでもう2日目の試験会場に行けなかったっていうようなエピソードがあるんですけども、まあ、それがためにですね、国立の地元の広島大学を行くことができず、で、私立の立命館大学に入学したっていうような経緯があるんですけども、まあ、それぐらい英語がまあ、もともとそんな得意じゃなかったと。で、在学中も英語をまあ、倍ほど勉強してた。で、ただですね、社会人になってからは英語の必要性というのはあんまり感じてませんでした。はい。サラリーマン時代、僕のですね、サラリーマン時代はあんまり考えてなくて、ただですね、29歳の時に北川起業したんですけども、まあ、起業して事業がだんだんと多角化していく中で、まあ、北川の会社だったり、北川コンサルをしている中で、お客さんの会社が多角化していく中で、まあ、英語の必要性っていうのを結構強く感じて、あ、これやばいなって思い出したんですね。で、思い出して、で、まあ、遅いかもしれないですけども、まあ、遅いことはないと思ってですね、まあ、30代の後半から英会話教室に通わせていただいたりとか、あとはですね、フィリピンのセブの方にですね、数ヶ月おきに1、2週間、語学留学をですね、させてもらって、延べ3ヶ月超ですかね、語学留学をしましたと。で、実際に、タイのバンコクにも語学留学行ったことがありますと。まあ、そういう海外での語学留学っていうのをさせていただいたりとか、で、その合間に日本にいる間もオンライン英会話を、まあ、1社、2社とですね、受講させていただいたりとか、まあ、これついでですけど、スピードラーニングも全館視聴はさせていただいているとかですね。まあ、それなりに、まあ、ここ何年かでは、頑張って英語学習っていうのはやってるつもりなんですけども、今の40歳の北川ですね。まあもうすぐ12月で41歳になりますけども、その北川の現在の英語力っていうのは、日常会話が拙いレベルでできるっていうレベルしか喋れないんです。はい。スタートで What's up everybody とか言ってますけど、まあ本当に拙いレベルではありますと。で、まあ、ただですね、一人で、海外旅行に行くことは多くてですね。で、まあ、ホテルで、まあ、ルームサービス頼むとか、まあ、いろいろですね、まあ、アテンドの方と簡単な何かやり取りとかですね。で、お店の方との、まあ、日常的な会話程度は、まあ、意思疎通程度はできるっていうようなレベルではありますと。で、それもですね、海外に行くたびにですね、まあ、日本から出て、数日ぐらいして、だんだんと日が経てば経つほど、会話がスムーズにできるようになるんですよ。なので、一週間ぐらいいたらかなり喋れるようになってるんですけど、ただ、帰国したら、また元通りになっちゃうんですよね。っていうような感覚があって、で、オンライン英会話でもやっていけば、ある程度持続ができるかな、みたいな感じなんですけども、なかなかブレイクスルーしないんですよね。完璧に喋れるような感じになるイメージがないんですよ。っていうのが今の現状で、で、ただですね、北川自身も今もビジネスで、フィリピンのセブ島ですね、何度も語学留学に行かせていただいてる、まあ、のをきっかけにですね、ご縁ができて、サテライトオフィスっていうのを、まあ、ごくちっちゃいオフィスですけども、まあ、開設させていただいててですね。で、ウェブ制作の事業っていうのの一部を、フィリピンでもやらせていただいてるんですけども、まあ、それもですね、日本語と英語が喋れるスタッフがたまたまいたから、そのマネジメント的なことはやっていただいてるので、そういった事業も、まあ、できてるっていうような状況なんですけども、まあ、ただですね、北川からの業務指示っていうのは、英語上のチャットだけですね。チャットでの、まあ、やり取りだったらできるんですけど、まあ、電話して直接指示するとかっていうのが、なかなか厳しいっていうような、状況ではありますと。で、それとですね、レザーの事業、革の売買とかで、まあ、ほんとごく一部なんですけども、今の現状ではですね、海外にも発送する、海外との取引っていうものもありますし、
あとですね、まだ北川鉄平チャンネルではお話したことがなかったんですけども、ラオスのコーヒー農園の一つがですね、北川が日本に独占輸入して販売しているというようなそういった事業もあるんですね。で、ただそれがですね、まあ今コロナの影響でちょっと若干止まってしまっている部分があったりとか、で再開したとしても結構もう固定のお客さんがついてしまっててですね、あんまり PR しなくてももうその、ま、売れる豆がないので、ほとんどないので、なのでまああんまりお話はしてこなかったんですけども、まあ今後ですね、まあ、本格的に事業、この事業も再開したら、はい、もろもろお話できたらいいかなと思うんですけども、まあ、すごいいいコーヒーがあるんですよっていうことなんですけど、まあ、そういう海外の取引、海外の事業っていうのはやらせていただいてるとか、あとですね、経営コンサルをしている中で、そのお客様の商品を海外への販路構築をするっていうお手伝いをする仕事も、だんだんと増えてきたっていうこともあるんですよね。なので、そういうこともあって、もう北側はもう英語がもう必須になってきてるっていうことが、日に日に年々と、意識をするようになってたんです。なので、英語学習はもう頑張ってやってたと。合間合間を見つけてはやってたっていう感じだったんですけども、ただ勉強したくせに、はい、留学もしてオンライン英会話もやってですね、で英会話教室も通ってでやってるくせに、リーディングとライティング、読むのと書くのはまあまあ得意な方なんです。まあまあできますし、なんだそれなりに、まあかなりスムーズに、これはリーディングとライティングに関してはスムーズにコミュニケーションが取れるかなっていうふうに思ってるんですけども、ただヒアリングですね、聞く部分とスピーキング、もう喋る部分に関してはなかなか苦手なんですよね。まあそういう日本人の方多いかもしれないですけども、まあそういうすごく残念な状況にはなってますと。でもう本当ですね、散々お金と時間をかけても思うような成果につながってない、結果につながってないっていう、まあ、失敗人生をこれまで送ってきたんですけども、まあそういう中でコロナもあって、でちょっと、まあ、英語はですね、ちょっと勉強も最近おろそかになってたところに武田塾イングリッシュの話が来て、もうこれでやらなかったらもう俺終わってるなっていうぐらいの話でですね、もうこの武田塾イングリッシュによってもうブレイクスルーさせたいなっていうような成功人生に変えていきたいなっていうふうには北川自身思ってますと。なのでもう事業をどうこう成功させたい、これももちろん北川自身も強く思ってますけども、北川自身の英語力っていうのもこれを機会にもうつけたいなっていうふうに思ってますと。でそれがですね、北川の目標夢っていうものがありまして、でこれもですね、この北川鉄平チャンネルを本格的に始めますよっていう一つ目の動画で収録、その時もちょっとお話ししてるんですけども、北川の目標なり夢、この YouTube チャンネルをなぜやってるかっていうことにもつながるんですけども、貧困地域の子供からですね、事業家を育成するっていう夢があるんですね。でそのためにもですね、そのためにもフィリピンのセブで事業を成功させていって、でそのセブの中にも貧困地域が多くあってですね、でその子たちの中から事業家を育成することができたらいいなとかですね、でフィリピンのセブだけじゃなくても、まあ他のその国でですね、貧困地域の子どもたちとまあ接点を持つことができてですね、そこから事業家を育成するようなことができたらいいなっていう夢を持って、今こう事業なりですね、もろもろ英語の学習っていうのもやってるんですけども、まあそれをこの武田塾イングリッシュでも、まあ一つの大きなステップに変えていきたいなっていうふうには思ってますと。はい、なのでですね、武田塾を、このイングリッシュをですね、解説を機にですね、ここちょっとイングリッシュ足しておきましょうかね。はい、武田塾イングリッシュ解説を機に、英検2級と準1級の取得を頑張ってみようかなと。で、今までなかなかブレイクスルーしない原因っていうのが、今回武田塾イングリッシュを解説する中で、ちょっと見えてきたんですよね。で、それは、やっぱり文法とかがちゃんとガッチガチになってないってことなんですね。で、曖昧な文法力なくせに、なんとなく喋るから、なんとなく聞くから、なんとなくですね、で、見聞きして、するからなかなかブレイクスルーしないわけですけど、しないんだってことがまあ分かりましたと。で武田塾イングリッシュでもそうですし、今回令和の虎でも出資させていただいた進藤さんですね、キックスイングリッシュの東京赤羽でですね、英語塾を開設されている方のお話聞いてても全く一緒ですよね。要は文法をちゃんとしっかりもう土台を固めないと、そこに何やっても砂上の楼閣みたいな、もうすぐ崩れちゃうんですよね。なのでしっかりした地盤を築くためには、ある程度のそういった文法力っていうものがないと、第二言語ですね、もう日本語をもう
喋る北側からしたらですね、第二言語を習得する上では、その第二言語の文法なりをですね、単語力なりをですね、もうしっかりちゃんと身につけた上で、まあそういった現場のやり取りですね、実際の実体験の英語のその会話っていうものを重ねていかないと、なかなかこれは喋れるようにならないんじゃないかなっていうことに、まあ気づかされてですね。で、まあ英語の学習これから、その武田塾イングリッシュの、まあその流れに沿ってやっていこうっていう中で、まあ、過去の、北側の過去も調べたら、高校時代に英検3級は取ってたんです。なので、英検3級は取ってるんで、次、ちょっともう英検2級ですね。まあ、過去ちょっと忘れてる部分もあるかも、それも思い返しながら、まあ、一回ですね、英検2級を受講して、で、準1級までは頑張ってやってみようかなっていうふうに思ってますと。で、まあ、これからですね、英検頑張っていこう、トイック頑張っていこうっていう方が、受講生の方を迎え入れることになるんで、まあ、北川自身もですね、まあ、一緒に頑張っていけたらいいかなって思ってますし、世界で事業を楽しめたらいいなと。で、まあ、貧困地域の子供たちに、からですね、事業家を育成するっていうことも、これから頑張っていきたいなとも思ってますし、で、まあ、皆さんの中でもですね、英語学習頑張ってですね、海外で事業展開していきたいなっていう方がいたら、まあ、ぜひ一緒に海外に繰り出せたらいいなっていうふうには思ってますと。はい。で、まあ、別に、武田塾イングリッシュに受講するしない関わらずですね、またこれからですね、もろもろ海外でもご一緒できる方がいたらいいなっていうことで、いってらっしゃい。